大きい舞台で、大舞台で超満員のお客さんの前でまた向かい合いたい。この続きは必ずやります。シードリングのよしこも言ってたように、よしこたちが可愛がってる後輩たちだと思うので、まあやりたいんだったら、私とやる勇気があるんだったらやってあげますよ、二人とも。はい、まだ時間あるんで、私もまたこの続きがあってもいいんじゃないかなとも思いますけど、まあ、この続きはね、もっともっとまだまだ後でもいいのかなと思うので、組んでも面白いんじゃないですかね。ちょっと今頭打ってるんでダメージあるから頭おかしくなってるのかもしれないんですけど、ちょっとまだ落ち着いてないんで分かんないんですけど、ゆしこさんの本は開いたんですか？あ、もう買いました。見ましたっけ？もちろんです。そりゃそうですよ。ライバルですからね、一応。何笑って、なんか笑ってるんですけど、なんか。いや、7円じゃねえ。いや、7円も、私まだ時間あるから、もしできるんだったら、復帰戦の相手やってあげてもいい。復帰戦の相手。はい。頭打って明日に忘れてるってことはないですか？ちょっとわかんないです。今の時点では やりたいなって思う。今の時点ではちょっとじゃあ、はい、急ぎます。急ぎます。私も皆さん聞きましたか？やりたいですよ、自分はやっぱり七重とシングルやりたいです。酔っ払ってません？大丈夫ですか？酔っ払ってないけど頭はやばいです。もうクラクラしてます。その言葉は忘れないように。はい、大丈夫です。はい。